マルコモッタは、イタリア・ロンバルディア州、メラーテ出身のサッカー選手、オモニア・ニコシア所属、ポジションは DF。出身地と同じロンバルディア州に本拠地を置く、アタランタ BC のユースチームに入団し、その後トップチームデビュー。2005年よりアタランタとウディネーゼ・カルチョの共同保有となり、2007年に完全移籍した。その後、8月3日に、 トリノ FC へレンタル移籍し、2009年1月2日には故障などによる DF 不足に苦しむ AS ローマにレンタル移籍した。2月24日のアーセナル FC 戦で UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たす。7月1日、移籍金350万ユーロ3年契約の共同保有で移籍した。しかし、2009から10シーズンは マルコ・カッセッティの控えに甘んじ、シーズン終了後に、ウディネーゼに復帰した。2010年7月5日にレンタルで、ユベントス FC に移籍。右サイドバックのポジションを獲得し22試合に出場したが、後半戦は、フレデリック総連戦の台頭もあって、出場機会が減少した。2011年6月22日、移籍金375万ユーロで、 ユベントスに完全移籍した。しかしアントニオ・コンテ監督就任後はステファン・リヒト・シュタイナーとの競争に敗れ構想外になった。2012年1月30日、カルチョ・カターニアに半年のレンタル移籍7月19日にはボローニャ FC に1年間のレンタル移籍が決まった。2014年1月23日にはジェノア c FC へ。 半年のレンタル遺跡が決まった。2015年2月2日、ユベントスとの契約を解除。2月26日、ワトホード FC に加入した。2016年2月12日、チャールトンアスレティック FC とシーズン終了までの契約を交わした。2017年1月31日、UDR メリアに2019年までの契約で加入した。 2018から19シーズンより、キプロスファーストディビジョンのオモニアニコシアと2年契約を締結した。2005年にイタリア U-21 代表に選出され、30試合以上に出場しキャプテンを務めた。2008年、北京オリンピックに出場し、グループリーグでは韓国戦の1試合に出場した。 決勝トーナメント1回戦のベルギー戦には先発出場したが2から3で負けていた81分に GK アンドレア、コンシーリと交代した。2009年3月22日にはローマでの活躍が認められフル代表に初、招集されるも出場機会はなかった。2010年8月10日、チェーザレ・プランディリ新監督の初戦となるコートジボアール戦に出場し、 フル代表デビューを果たす。ありがとうございます。